今日は先発はホールト、まあ、20日ぶりの登板だったんですが、その立ち上がりワンアウトランナー一塁で3番中島、完璧な打球でした。2試合連続の第19号ツーランホームラン、ライオンズが先制です。さらにフェルナンデス、これもスタンド上段に届いています。3点を取りました。まあ、ホールトンがね、この立ち上がり攻められましたね。まあ、この辺りですね。さあ、その直後なんですが、ランナー3塁まで行って松中三振、ツーアウトになって、このボールキャッチャー取れません。ワイルドピッチ、本田がホームに帰ってきました。ホークスが1点返します。その後小久はレフトへのフライ、ホークスは初回1点止まり。2番手は加藤でした。これは加藤のピッチング、3回の表まず中村を三振、その後高山をセンターフライに打ち取ります。加藤がこの3回を0点に抑えました。3回の裏、今度は石井のピッチング、ランナー出て本田を見逃しの三振、外まっすぐ松中、少しバットの先でした。ここを抑えて0点に抑えます石井です。4回の表ランナー二塁で片岡、この打球が右中間破っていきます。原がホームに帰ってきました。しかしバッターランナー片岡、この時足を痛めてベンチに下がります。この足の状態が心配です。まあ、ちょっとね、はい、今後のやっぱゲームのことを考えると ね、心配ですね。その後森福が栗山を打ち取ります。4対1、点差は3点広がって、さあ5回の裏、先頭バッター松田、この当たりレフトへ大きなホームラン、第19号のソロホームランでホークス1点を返しています。これで4対2、2点差でゲームは後半に入ってまいります。